議場に現れたバイデン大統領演説を始める前に野党共和党のマッカーシー下院議長と握手し融和ムードを演出 hello, hello, hello. まず強調したのはコロナ禍からの経済復活ですアンビニアのレコードです 野党と対立している国の債務の傍聴をめぐっては、こんな場面も上院と下院で多数派が異なるねじれ議会で、厳しい政権運営を強いられるバイデン大統領。 野党共和党の議員に向けて、何度もこう呼びかけました。I I ということで、改めてなんですが、このバイデン大統領の発言の中から、 内政についてこちらまとめました抜粋したものです。経済では記録的な1200万人もの新規雇用が創出されたこの2年間の結果はすべての歴代大統領の4年間の実績も上回ると自身の実績を強調しました。 また経済政策ですが1月から1%の税率で始めました企業の自社株買いへの課税ですがこれを4倍にすることを提案するなど富裕層や大企業への課税を強化することで財政規律を取り戻す考えを示しました。そして 社会保障や医療保険についてですが、もし誰かが削減しようとするならば、私は必ず阻止すると発言しました。政府債務の上限問題については、前政権は前提条件をつけたり、危機に陥ったりすることもなく、3度債務上限を引き上げたと話しました。これにつきまして、これ中林さん気になったポイントを挙げるとするとどこでしょうか。はい、あのものすごくいろいろなアジェンダを今回あの入れ込んでいまして、うん、まるであの大統領選挙 に出るというのをさらにこう強くアピールしたという感じがします。<ー>そしてですね 新しいいアジェンダも盛り込んできていますよね例えばその税金の話ですね、うん、あの企業などにもやはりしっかりお金を払ってもらうと、うん、で実際にあの15%に大企業を上げたっていうのは確かにすでに自慢をこの中のエンジェルスの中でもしていましたけれども1月から1%の税率で始めた自社株買いのことについても、うんうん、こういったことをどんどん盛り込んでいくっていうのはこれから、うん しっかり長いこと大統領をやっていくんだというような意識があったと思います、うん、出馬宣言に近い,い近いなというのをまず感じました、<ー>もちろんその融和をアピールするのは当然、去年の11月の選挙の結果がもう分かってましたからそれは当然そうだろうなと思いましたけれどもまあそれに加えてなかなか力強いというかあのかなり野心に富んだ演説だったなと思いました。<laughs> 安井さんいかかがですか はい、私も同じような印象を持っています、うん、あのまるで大統領選挙の再出馬演説のようだな<ー>ということですねでちょっと観点は違うんですけども、ね、確かにいろいろ政策は提案してるんですけれども、うん、経済政策でこの2年間でできそうなものっていうのはほとんど何もないんですよね。<ー>まあ、これまで議会上院も下院も民主党が、はい、持っていてできなかったことを、うん、その路線を共和党が下院の多数派とってもやると同じことを言ってるわけですので。うん まああの仕事をやりきろうって言ってますが仕事をやりきるためには自分が再選されて議会を民主党が取り返さないとできないわけですからもう2年先を 話してい、まあ、そういう印象ですね、うんうん、最初相当雇用を中心にですね、まあ、これまでの2年間の実績をアピールしたわけなんですけどもで確かにその雇用はこのコロナもあってですねこの改善はしてきているということでちょっとあの失業率だとかそういうデータを見るとですね、まあ、かなりこの、まあ、改善している求人数は増えたということでもう過去を最大にこう増やしたんだというそれぐらいのアピールをするんですが最近のこの調査結果を見るとですね この雇用創出においてもこのインフラ整備にしても薬価の引き下げにしても意外にこう評価としては進展がないというような評価が高くてです、ね、この辺りこうミスマッチもあるように思うんですがこれ、小井さんどう捉えたらいいですか。 まだ課題が再生に向けては課題が残っていると思うんですね。えーえー、一つは今言っていただいたこの、えー、と左側と右側というんですかね、はい、あの評価が追いついてないというところですよね。法律いろいろ通してるんですけども通ったことすら知られてないというような状況があるわけです、うんうん、だからこそバイデンさん今回もとにかく僕はこれやりましたあれやりましたって <laughs> す,、ね、すごくおっしゃってますし。うん 演説終わってすすぐに出まもう各地に行ってこれからインフラで橋ここ直しますとかいろんなところでアピールしていくっていうことをやっていくっていうことが必要になります。もう一つの論点は経済好調なんですけどもまだ山場をえたわす。でこちら今雇用のいいデータっていうことで示していただいてますが一方でこの雇用が非常に強いっていうことがもう一つの課題であるインフレとの観点でいうと。 まだまだ収まらないんじゃないかだから FRB はもうちょっと高金利続けなきゃいけないんじゃないか、うん、まあそういう懸念も他方であるわけです、うん、非常に危うい綱渡りをまだしなきゃいけない中で、うん、とにかく今までやったことをアピールするしかないこれから2年間特に何もできるわけではないのでそういうその微妙なバランスというのが今回の演説では表れていたのかなと思います。なるほど、はいはい ではここからはですねアメリカで深刻な問題となっています債務の,その上限について見ていきたいと思うんですがアメリカ政府は国債発行などで借金できる債務残高に上限を設けていまして先月の19日にその上限を突破しました。 財務省が公務員退職それから障害者基金などの運用を変更して資金繰りをつなぐ特別措置を発動したんですがイエレン財務長官はこの措置でいつまでしのげるかはわからないとしつつ6月の上旬までに現金及び特別措置が枯渇する可能性は低いと明らかにしましたつまり6月上旬までに議会は上限を停止するかあるいは引き上げなければ債務不履行デフォルトに陥る可能性というのを示唆したと ということなんですが中林さん、これについてはどんななうににご覧になっていますかそうですねこの特別措置が枯渇するだろうということですよねだから可能性が高いということなのかなと思うんですけれどもつまり、やはり早く議会に動いてもらわなければならないでそれについて共和党側はとにかく歳出の削減をして財政規律をもう一度打ち立て直さなければいけないということを主張しているんですけれどもそれを少しねじって でバイデン政権そして民主党側はあの国民の医療保険だとか社会保障を共和党が削ろうとしているというアピールをしているんですね。でこれ共和党からしたら非常に不満で必ずしもそこを削るとは言っていないと。 いうふうふにあの今でも主張しているんですけれども、うん、でも今回の,あの大統領の一般教書演説でも、うん、そこを述べると共和党側からやじが飛んだりとかいろいろしてどうもこの辺が、うん、あの共和党の一番痛い腹になってしまっているのかなというふうに見えてしまうんですよね、うん、共和党は共和党でその、まあ、あの会員で過半数を取ったのでここを駆け引きの材料にしようとして、うん、それが先ほどの,あの医療制度改革じゃないかと言われているので、はい、逆に言うと今日はバイデン大統領 そこはもう変えないって相当、つら言いてましたけどもそこのけです共和党側も多分戦術をこれから変えていこうとしますただ、それがうまく国民に伝わるかどうかは別なんですけれどもいや、そうじゃないと医療とかそれから社会保障というのは必要なものは当然提供するししかも、成長というか歳出がどんどん伸びていく伸びていくのはこれは止めるものではないけれども伸び率を少し小さくするんだとかそういうことを言っているわけなので だいぶ違ったように宣伝されてしまうのが非常に共和党には苦しいんですがいずれにしてもこの債務上限の問題というのをカードに何らかの意思を通そうとするのが共和党側なので実はこれマーケットにものすごく関係があります。そ、うん、そももももこここれれれちょっとこれも難しい言葉ですけどアメリカのの CDS はもうあの 米国債の国債の保険料デフォルトをした時の保険料と思ってください、それがもうじわっと上がってきていると、これは債務の上限問題を踏まえた動きじゃないかと言われている、で今、中林さんがおっしゃったようにこのオバマ政権時代に1回、この問題でかなり仕事という状況があって、その時には米国債が格下げされたこともあったと。でそこの時は株価も下がりましたそしたそて 実はこれつまり、この上限問題がだんだん,だん,だんこうホットになってくればくるほど結局金利が上昇してアメリカの国債は下落するという方向になるわけなんですが今、アメリカの国債を一番保有しているのは日本ですあのまああの日本円にして100兆円以上は持っているとそういう状況にもあるということです安井さん、改めてこれ考えるとまあ実際どこかで決着するにしてもかなりこれが最後まで長引いたときというのはいろんなマーケットで影響しますよねそうですね。